うまいのその酒チーズということですね。今日は閉店後のバリオで何をやるんでしたっけ。そうです、元気ですね、閉店後なので。元気ですよ、閉店したら。もう12時回るところですけど。こっからでしょ。こっからではないですけどね。こっからだよ、ラーメン屋は遅いんだからね。仕事が終わったら遊びに行くって決まってるから。あ、こっから当たり前だよ、いつ遊ぶんだよ。確かに本日ちょっとあの営業後のバリオ行徳店、はい、にお邪魔させていただいてますけど、はい、原点回帰というかバリオは何系のラーメンですか。二郎インスパイアと言われてるラーメンでですよね。まあ俗に二郎系と言ったらおかしいですけど、はい、その二郎系のラーメンを作ってらっしゃるカズさんが選ぶ好きな二郎系ラーメン3選、はい、昔やってるのは見たんですけど、まあ、だいぶ前なので変わってるのかなって思いまして。王道の二郎系のお店と、あと最近できてる新しい風の新鋭のやつがあるんですね。あと、まあ、地方の有名店だったりとか、まあ、いろいろ新しいお店ができてきてるんで。なるほど。じゃあもう本当にカズさんの独断と偏見でと言ったらおかしいですけど、うん、本当にカズさんが一体美味しかったというか、うん、あとは行きたいけどもまだ行けてないところも何個かあるから、あくまでも今自分が行った中だとみたいな感じで。かしました。はい、ちなみに行きたいけどまだ行けてない二郎系ラーメンってどこなんですか。カラマチはシンクさんで、吉富さんとか稲毛です。そう稲毛。それなぜ行きたいんですか。吉富さんに関しては有名な二郎系のお店で修行してた方がオープンしたところ、行きたいなと思って調べてたら、やっぱ評判も悪くないし、このラーメンの顔面も悪くないし、あとね、店舗がちょっとおしゃれな、なんか床屋さんみたいな感じ、バーバーみたいな感じで。じゃあぜひ今度行きましょう。今度、はい。じゃあ最近食べたという最新の、じゃあ3選ちょっといいですか。最新の、OK です。じゃあ1店舗目からいきますね。では1店舗目、中野にあるエドモンドさん、まあ、エドモンドの中野店さんですね。あれ、それ5選の時も言ってた。そう、もともと西日暮里一番最初のお店なんですけども、で西日暮里できてすぐ、お伺いさせてもらって美味しくて、中野にもできたっていう情報は知ってたんですけども、半年ぐらい前かな、ちょっとまだ行けてなくて、行ってみたいなと思ってこの前行ってきたらやっぱ美味しかった。いつぶりに食べたんですか。どれぐらいかな、でも1年ぶりぐらいかな。どうでした。やっぱりあのエドモンと特有の何かありました。自分の主観だけども、体に悪いんだけども美味しいっていう感じの味がして自分は好きです。味がはっきりしてて濃い、あとまあ豚も柔らかいし、あと麺が美味しい。だからそのバランスがすごく、麺の美味しさと、あとスープの濃度、あと味の濃さ、そういうのがぐーっとこう一体になってて、あとスープの量とかもそんな多くなくて、普通のラーメンのバランスって考えたら麺の量に対してスープが少ないんだけども、それも一つのエドモンドさんの魅力の一つ、美味しさと魅力の一つかなって思う。それは並びました。もちろん並んだ。エドモンドさんに関しては中野のお店は多分ね10席かな、外に券売機があるからまず並んで、先券売機かどうかはちょっと書いてなかったけど、なんとなく短くなってくると券売機の前に来るから、そこで券売、食券買って、で待ってると店員さんが食券確認に来てくれるから、その時に食券渡して、でその後に、お店に入ると何番に座ってくださいって店員さんに言われるんで、そこに座って待ちます。冷水機が1個しかないので、冷水機渋滞するんでご注意ください。注意事項ですね、唯一の。でコールは後コールなんで、ラーメンできたらニンニク入れますかみたいな感じで聞かれます。ですか、優しい感じですか。優しい、うん、場所的には中野のいろんなお店が集まってるところあるじゃないですか、はいはいはい、あとはあの美濃屋さんも近いです。ストリートのところなんですね。そう、2軒隣が五丁目ハウスさんっていう、あの家系ラーメンで結構中野で有名なお店の2軒隣の民家みたいなお店っていうか、民家みたいな建物を居酒屋さんとかだったのかなっていうところを改装して作られてて、西日暮里のエドモンドさん本店もストリートファイターのエドモンド本田っていうキャラクターがあるんだけど、はいはいはい、きっと店主の方がストリートファイター好き でエドモンドも好きでっていう感じの、なんか券売機にもいろいろついたりとか、店内は上からファミコンのカセットが吊り下げられたりして遊び心があって、でもセンスがいい感じ。あとスタッフの方もすごく黙々とラーメンに向き合って作ってるなっていうのがすごく伝わってくる感じですね。ちなみにこの3選でちょっと全部に聞きたいんですけど、うん、バリオとエドモンドは何が大きく違います。味の方向性というと、うちはもちろん二郎インスパイアで二郎さんを尊敬してるけども、どっちかって言ったらうちはやっぱ豚骨ルーラーメン屋さんなのね。で、エドモンドさん とかは二郎さんをうまく再現して
でそこにプラスアルファでいろいろ味を加えてる、味をブラッシュアップさせてるっていうイメージですかね。ありがとうございます。2店舗目は高田の馬場にこの前できた池田屋さんです。でも二郎系ラーメンっぽくない名前ですか。ここは京都のもう名店って言われてるところが東京に初進出してきて、高田の馬場のあれ明治何通りって言うんだろうな、ちょっと何通りかちょっと分かんないですけど、高田の馬場から歩いて5分から10分ぐらいかな、多分都電が通ってる道路なんですけども、なんでここを選んだのかなっていう立地なんですけども、大行列店。午後営業が17時からで、17時ちょっと前に着いて、まあ、ファーストロットに滑り込めるかなとかって思ったら、もう20人ぐらい並んでて、1、2、3ロット目だったかな。今大学生が多いんですかね。大学生も多かった。でインバウンドの方もいたし、でも若い方多かったですね。でここ何がすごいって、まずはラーメンの値段がすげえ。なんと券売機にはボタンは1個だけです。ラーメン1500円。お強気なええと思ったけども、それでも行列を作る何かがあるって感じですかね。スープの濃度が高くて、チャーシューもデフォですげえいっぱい入ってて、まあ、1500円なりの内容ではあるかなとは思います。でチャーシューをね、手で剥がすんですよ。手で切るの。手で切るっていうか、チャーシューをむしるというか、むしる、手で無作為にこの裂いてるから、なんか不揃いで、その見た目に迫力もあるし、切り落としみたいな、ちょっとなんかちっちゃいのとかも入ってて嬉しい。でデフォで唐辛子と、あとこれはなんで入れてんのかちょっと分かんないですけど、ニンニクを黒く焦がした、要は刻みニンニク、すりおろしじゃなくて刻みニンニクぐらいのものを油で黒く揚げて、多分それだけで食べたらちょっと苦いぐらいので、それをなんか上からちょっとパラパラかけてる。これなんでなのか分かんないけど、多分癖になる一つなんじゃないかなっていう。それラーメンに作用してます？分かんない分かんないけど、一つの特徴だと思う、覚えてるから。確かにそれが脳に残ってるってのが重要なんですかね。多分ね。ちなみに池田屋さんとバリオは大きく違うとかなんですかね、はい、姿形は似てるけども、やっぱり全然違うと思う、食べ物が。あ、もう同じ二郎系ラーメン、二郎インスパイラーメンだけど全然違う。そう、全然違う。やっぱ二郎系のラーメンでも、俺はここのが好きだな、俺はあれが好きだなっていう風に分かれてくる。池田さんは、お店があって、お店の正面に6人まで並びます。7番目の人はお店の正面から歩道を挟んで道路側のガードレールからデーンと並びますってなってます。食券を買うタイミングは道路側から先頭6人に入ったら券売食券を買ってくるっていうようなシステム。ちょっと初見には難しいですね。そう、初見難しいけども、でもなんとなくこの行列の前の人を見てると、なんか あの人行ったから俺も行こうかなみたいな二郎系あるあるですね。二郎系ある、前の人を見ると。池田さんは入って右側に、冷水器と、あとレンゲとお箸が置いてあるんで、そこにお水取りに行ってレンゲと箸取って、で戻ってコップを置いて、その上に箸とレンゲをコップにセットして、まだかなって待つっていう。あ、席にないんですか。ない。で席にあるのは唐辛子と胡椒だけだったかな。もうシンプルで1500円で、もうスタッフの方が、あの一見ちょっと怖そうなんですけども、すごく優しく対応してくださる感じですね。じゃあ3店舗目、3選の最後、はい、3店舗目はですね、千葉にあるブーブー太郎さんです。でこれもう二郎系好きな人はもう皆さん知ってると思うんですけども、ブーブー太郎さんの店主の方はもともとラーメン二郎さんの館内店で修行なさって、自分で独立なさってるっていうお店で、でラーメン、つけ麺で混ぜそばもあるんですよ。二郎さんの館内店さんは混ぜそばも有名なんで、有名ですね。そう、はい、ただ混ぜそばはその日によってやってる人やってない日があるんで、ブーブー太郎さんはそこはご注意で、千葉駅から歩いてどれぐらいかな、10分ぐらいかな。で実はラーメン二郎さんの千葉店も徒歩5分から10分圏内にあるにもかかわらず、ここがね多分エドモンドさんとか池田屋さんよりも行列が長いんじゃないかな、多分。へえ、長いのよ。自分も行った時もう2時とかそれぐらいあったっけな、ちょっと外して行ったんですけど、20人以上並んだ。え、平日ですか？嘘ーと思って。平日ですか、うん、何が違うんですかね、分かんねえ
わかんねえけどもすげえ並んでた。でここはもうラーメンの特徴はどちらかというと二郎さんテイスト、王道の二郎系です。二郎さんで働いた方が作る二郎系と独学の二郎系って言ったら多分ね価値が違うんだと思う。お客様からすると二郎さんの看板はついてないけど二郎さんを経験したことがある、だから自分より格上の店主の方。あ、じゃあもう、はい、バリオとの違いはというのもおこがましいというか、はい、おこがましい、そう、そういうことです。ちなみに店内はどんな感じでした？店内はですね、席数でいうと11席で、ここは結構珍しいんですけどもお店があって、お店の前は5人ぐらいで、ベンチがあるんで、ベンチに3人座れます。でそこからこうぐーっと行くんですけど、隣の郵便局が駐車場のついてる郵便局なんで、そこを開けなきゃいけないんで、そこを開けて今工事中のこのフェンスに沿ってでーって並ぶと。で、食券はこのてって言ったら、で店前まで来たら食券を買いに行くんですね。で食券を買ったらまた外に戻って待って、でなんとなく開いたら中に入るか、それが呼ばれたら入るって感じなんですけども、なんと中にも10人ぐらい待ってる。あ、気は抜けないですね。そう、食べてる後ろにこの10人ぐらい圧力ですね待ってる。ブーブー太郎さんは荒々しさの中に優しさが多かったから。どういうことですか？あ、食べればわかる。食べればわかる、うん、食べればわかる。やばいっすねでもね、荒々しい二郎見た目で、でも味は優しいの。だからそのギャップもいいし、お店の雰囲気とラーメンの見た目と味とスタッフさんの接客が一体になってる感じかな。ちょっと店主さんはたまたまその時いらっしゃらなかったんですけども、ラーメン作ってる方がもう若い子が多分マシマシとかこの大盛りにしちゃって食べきれなくてちょっと困ってた、困ってる感じで、はい、でそしたら優しく、あまり無理しないで大丈夫だよって声かけてて、みんな結構二郎さん怖いとかって、まあ実際怖い二郎さんももちろんあるんですけども、で嫌な思いしてる人もいるのかもしれないけども、でも二郎系のお店でそこまでなんか嫌なこととか怖すぎなことって多分少ないはず。あ、これはじゃあ都市伝説レベルの話なんですか？二郎系で都市伝説ではないけども、あるにはあるんだ。あるに、どっちかというと本家さんの方がそういう細かなルールが多いと思う。だからこそなんかハマる要素もあるとは思う。あえて厳しい店に行って食べたいっていうなんか深層心理みたいなものがあると思うな。もう二郎さんで言ったらもうロットを崩しちゃいけない。例えば10席の店だったら目黒の二郎さんとかはそうなんですけど、5555で作るから、この5のうちの4人食べ終わってますと。ただ1人食べ終わってなかったら次のロット入れられないから、外の並んでるお客様も何やってんだよみたいな。あ、圧力すごいですね、うん、でね、近くに駐車場があるんですけど、あの現金で千円札しか使えないから注意した方がいい。あ、めっちゃ重要ですねそれは。ちなみにこうやってあの二郎系の店主というか方から二郎系美味しいところ3選っていうのはこう重要なというかしっかりした情報なんで、こうしっかりしてんのかな。ちょっとその3店舗のちょっと行ってみますわ自分も。はい、行ってみて分かる。あと行ってちゃんとニンニク入れて食べて、ニンニクの反応の仕方がそれぞれのお店で違うのね。あ、そんな深い話だったんですね。 2,3 店舗食べれば、あ、こういうことかって分かる。分かりました。じゃあちゃんとニンニク入れて食べますわ。で自分の好みはエドモンドさんの味のとニンニクの相乗効果の美味しさが自分は好きで、ブーブー太郎さんとかはエドモンドさんと比べるとニンニクのこの相乗効果が優しいのよ。あ、それが優しいですね。優しいの。そう、でも優しいけどうまいのよ。でニンニクはマストですね。マスト、マスト。二郎系はマスト、マストで、ニンニク食べながら二郎系ラーメン食べてると二郎系ラーメンが好きになってくるから。あ、そうそう、わかりました。じゃあちゃんと行ってきます。はい、今日は閉店後ありがとうございました。いいえ、お疲れ様でした。はい。